昨日まで疲れてた。まあ疲れるよね。あ、当日ですね。当日で昨日の朝まではちょっとこうしょんぼりした。ちょっとじゃあそれも疲れてる感じだったんですけど、夕方からもうだいぶもう尻尾も上がって調子いいねっていう感じです。でウェットは18にしても気づかない。あ、気づかなかったです。でドライの量は増え、まだ変わらないかな。22にしてみました。この子に気づかれんようにちょっとずつ。そうですね、明らかに減らそう、はい、食べにくなっちゃうような気がするから。はい、2600もっかいで、うんちおしっこはちゃんと普通にしてます。はい、してます。え、はい、違うじゃん、予防線。からお薬は次の日昨日かな、飲めてます。飲めてます。朝は1つで夜は2つ。はい、2つで、2つ夜の分は混ぜて飲ませてます。はい、いいですよ、はい、混ぜて飲ませて。意外に飲んでくれてるので。舐めてないね、そんなに。ちょっとあの舐めてはいたんですけど、うん、舐めすぎることはないですね。はい、はい、ほらって言うとやめてくれてたんで。やめてます。まだ良かったです。この子がアレだったんじゃないか。今何度ですか？今ね、9.3 です。はい、9.3 もあるの。ちょっとお散歩かって歩いてきてるのもある。なんか食べるかもしれない。これお家帰ると結構食べます。食べてる。うん、食べます。ちょっと遊びはあるんですけど。お座り、お座り、お座り、大体お座りは、お座りは、あ、おやつだ。あれー、どこ行っちゃった。おやつどこ行っちゃった。ここの上だとさ、ちょっとね。おやつだけじゃない。おやつだけじゃない。はい、いらんの。いらんの。はい、違うね、この審査祭の上だね。